東京電力は福島第一原発で汚染水が増え続け、2年後にも敷地内のタンクに入りきらなくなる最悪のケースを初めて試算し、その結果を原子力規制委員会に報告しました。東京電力はタンクに汚染水を最大90万トンまで入れられるよう計画し、タンクを海上輸送するなど建設を急いでいます。しかし、規制委員会から、 地下水を海に流したり原子炉建屋の周りの地面を凍らせる凍土壁など汚染水を増やさない対策が実施できない最悪のケースも試算するよう求められました試算の結果建設した全てのタンクに汚染水を入れても2年後に入りきらなくなるということです規制委員会はこれまでに打ち出した汚染水対策で期待する効果が出るか確認するよう指示しました